ドライブの合間に癒しを感じられるスポットとして注目されている道の駅。道の駅とは全国の一般幹線道路に設けられた長距離運転者向けの駐車場付き休憩施設で、道路・地域の情報提供、特産品の販売などを行っています。茨城には自然豊かな茨城らしさ、その土地らしさがぎゅっと詰まった道の駅が16カ所あります。今回は県北地域の日立市にある道の駅日立お魚センターの人気グルメをご紹介します。皆さんこんにちは、 ACCS リポーターの柳アンナです。今日は道の駅日立お魚センターにやってきました。こちらにはどのような人気グルメがあるんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは日立お魚センター赤津水産の菅谷さんにお話をお伺いします。菅谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらの道の駅について教えてください。はい、地元で水揚げされた魚を直売する、直売、施設として1992年、平成4年に、お魚センターとして、オープンしました。赤津水産について詳しく教えてください。まあ、うちはもうできて創業70年以上経つ地域密着型の、魚屋です。はい、直売所にはどのようなお魚が並んでるんですか。そうですね、港、近くの港で獲れた、魚を主体に、また全国から魚を取り寄せていろんな魚を並べております。はい、本当に新鮮なお魚がたくさん並んでいますね。あと、ここの人気グルメ教えてください。そうですね、この道の駅お魚センターで、人気なのは身勝手丼と、浜焼きです。はい、ありがとうございます。はい、それでは早速道の駅日立お魚センターの人気グルメ身勝手丼を食べていきたいと思います。まず食材選びから始めていきたいと思います。菅谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう後ろにずらっと並んでるんですけど、これどれ取ったらいいか迷ってしまうんですけど、どうしたらいいですか。そうですね、常にネタの方は40種類から50種類のネタを揃えて、お客さんをお待ちしております。おすすめするネタは地魚なんて おすすめします。はい、他に何か人気のネタとかってありますか。あとですね、味のたたきとか、あとうちマグロがものすごく人気です。はい、それでは好きなものを好きなだけ選んで身勝手丼作っていきたいと思います。はい、じゃあまずはカツオを取っていきたいと思います。私カツオが好きなのでカツオを入れます。あとはイクラ、私イクラ大好きなので入れます。うわ、すっごい豪華。地魚入れていきたいと思います。おいしそう、新鮮ですよね。じゃーん、こんなにたくさん選んじゃいました。それでは早速お会計お願いします。すいません、お会計お願いします。2541円です。はい、ありがとうございます。ご飯が酢飯と白いご飯、大中小からお選びください。選べるんですね。じゃあ酢飯で中盛りでお願いします。はい、それでは早速自分で盛り付けていきたいと思います。私は今回9種類選びました。それでは早速盛り付けていきます。まず最初に地魚ですね。ホウボウっていう魚でした。これを、好きなようにね盛り付けていきたいと思います。すごい、なんかこうあんまり自分で盛り付けるのってないじゃないですか。だから楽しいですね、本当に。うわ、これも本当に分厚い、びっくりなんですけど。はい、じゃーん、盛り付けました。美味しそう。それでは早速いただきます。これは、これなんだろう。あ、これ大トロかもしれないです。すいません、早速大トロからいきます。うん、美味しいです、びっくり。もうね、口に入れた途端
上品な脂、すごい脂が乗ってて美味しい。ちょっとのどぐろいいですか。のどぐろ食べます。大きくないですか。プリプリですよこれ。いただきます。うん、美味しい。私のどぐろ初めてかな。すごい美味しいですね。うん、これが多分カツオ。分厚くないですか。うん、美味しい。なんかカツオって結構臭みがあったりして独特なので苦手な方もいらっしゃるかと思うんですけど、これ本当に臭みもなくて食べやすい。うん、あ、イクラもプチプチ新鮮で美味しいです。はい、続いては海鮮浜焼きを食べてみたいと思います。まず食材選びから始めます。菅谷さん、浜焼きのご説明お願いします。はい、浜焼きなんですけど、まあ、メニューがないんですけど、テナントに並んでいる品物商品がメニューとなります。そして食べたいものをお買い物していただいて焼いてもらうスタイルになります。はい、楽しみです。菅谷さん、ありがとうございます。はい、選びました。私が選んだのはサンマ、エビ、ホタテ、サザエ、この4つを選びました。すごい大きくて美味しそうですよね。それでは早速焼いていきたいと思います。あ、ジューっていういい音がしました。ちょっとサザエめくってみていいですか。様子見ます。おー、いいですね。ちょっとホタテも様子見ます。本当に大きい。身も分厚くて。サンマちょっと様子見ますね。難しいこれ。サンマ、うわ、すごい焼けてきてますね。順調にホタテが焼き上がりました。見てください、大きくないですか。そしてこの分厚さ、ボリューミーですね。いただきます。うん、おいしい。もうね、身がプリプリ、さらにこう焼くからギュッて身が引き締まるんですね。すごいホタテの旨味がすっごい。うん、サザエ焼き上がりました。あー、すごい。いただきます。うん、コリッコリ、いい食感ですね。本当にいい噛み応えがあります。うわー、すごい新鮮ですわこれ。じゃあサンマ焼けました。いただきます。うん、え、甘い。え、びっくりしました。なんかサンマなんですけど、すごい甘みがすごいあって、なんかサンマじゃないみたい。それくらい甘いですね。びっくりしました。旨味がすごいからびっくり。え、美味しい。すごい。エビ剥きました。うん、うん、プリップリの食感がこれ最高ですよ。うん、はい、こちらには他にも人気のグルメありますか。はい、隣の店舗にある糸道丸さんの生牡蠣が食べられるコーナーも面白いですよ。生牡蠣もあるんですね。はい、はい、そちらも楽しみです。はい、早速井戸道丸漁業さんにお邪魔しています。岸本さん、こちらのお店についてご説明お願いします。はい、はい、こちらは漁師が経営しているところでして、新鮮な生の魚を扱っている場所ですね。
はい、はい、こちらは今日取れたての牡蠣なんですか？そうですね、こちらマガキといって大きさも大きいんですが、はい、はい、本当に特大ですね。こちらの牡蠣を早速食べてみたいと思います。はい、先ほど赤津水産の菅谷さんからご紹介していただいた人気グルメ牡蠣を食べていきたいと思います。はい、下本さん、これおすすめの食べ方ってありますか？そうですね、一応こちらにご用意している、ポン酢とレモンをかけていただけると美味しく召し上がれると思います。はい、ありがとうございます。それでは早速いただきます。あ、すごい、もう香りはもう本当に海の香り、いい香りがしますね。いただきます。あ、結構難しい。うん、うん、うん、え、おいしい。なんか全然臭みがないんですよ。生臭くないからすごくまろやかでクリーミーで、すごくスーッと喉に入ってきて食べやすい牡蠣で、あとすごい新鮮、新鮮さがすごい伝わってきました。あー、美味しいです。はい、岸本さん、牡蠣の他に人気の商品教えてください。はい、はい、そうですね、こちらに並んでいるブラックタイガーをおすすめしておりますね。非常に人気で美味しそうですね。安いですね。あと、はい、他に人気のものありますか？そうですね、こちらに並んでいる生魚なんですけども、今おすすめ、あのすごく出荷される上がってくるお魚さんが、ノドグロと、それからこちらにいるメヒカリっていうお魚ですね。すごい、もう光り輝いてて、さっきも見た途端びっくりしちゃいました、はい、最後の商品ご紹介お願いします。はい、そうですね、こちら干物になるんですが、こちらの、シマホッケが一番人気ですね。本当にこれ大きいですね。そうですね、脂も乗ってまして、しかもあの見た通りでわかるとは思うんですが、非常に大きいサイズなので、お客様もね、お土産だったりとかご自宅に、買っていかれる方が非常に多いですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日は道の駅日立お魚センターの魅力をご紹介していただきました。菅谷さん、これからイベントとかありますか？はい、10月の22日に、年に一度の大イベント春漁祭が開催されます。マグロの解体ショーやお客様参加型の、競り市などもあります。またいろいろな催し物もあります。ぜひお近くに来た時にはご来店よろしくお願いいたします。はい、そちらも楽しみにしております。菅谷さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、今回は道の駅日立お魚センターの人気グルメをご紹介しました。茨城には他にも地域の魅力を生かした道の駅がまだまだたくさんあります。皆さんも旅先の道の駅で自分の好きなグルメ見つけてみてはいかがでしょうか。それでは次回の茨城道の駅ぶらり旅をお楽しみに。